ダルマザメは、鎧ザメ科に属するサメの一種。体長30から50センチメートル。深海に生息する、比較的珍しいサメ。普通水深1000メートルより深い海に生息する。熱帯、亜熱帯海域の水深80から3500メートル間で最終の記録がある。夜になると獲物を求めて比較的浅い水深にまで上がってきて、様々な獲物を狙うようになる。 体色は、肺色が茶色、腹側は白色を呈する。体型は葉巻型で、いずれのヒレも小さく、背びれは体の後方に位置する。尻びれはない。覆面に発光器を持ち、単緑色の生物発光をする。これは、カウンターイルミネーションといい、下方から見た時に、表層からのわずかな光に溶け込み、自分の影を消すという効果がある。 イカなどを常食とするが、自分より、はるかに大きい動物をも攻撃し、生きたまま体表の一部の肉を削り取って食べるという、得意な生態を持つ。すなわち獲物の体表に噛みつき、体を回転させることで肉塊を食いちぎる。この時、まるでディッシャーですくい取ったように綺麗な半球型に、くぼんだ傷跡ができる。これを可能にしているのは、 ダルマザメの口の強い吸引力と下顎の鋭い、ノコギリのような形状の熾烈である。餌の対象となるのは、カジキやマグロ、クジラ、イルカなど大型の海産魚や海産哺乳類である。ダルマザメの攻撃は、大型の動物に致命傷を与えるには至らずに生き延びることができるので、マグロなどが、この独特な傷跡を残したまま市場に並べられることも少なくない。 以前はこれがダルマザメによるものだと分からず、市場関係者や研究者を悩ませていた。サメとしては小型の体格でありながらも自分よりも大きくて力の強い大型の動物から食物を得ることができるダルマザメの戦略は餌の少ない深海という環境に適応した一つの手段といえる。 上述のように大型動物を攻撃しても致命傷を与えるに至らないので餌の枯渇を招くこともないため、ダルマザメにとって非常に有効な戦略と言える。なお、イソギンポカのニセクロスジギンポが似たような食性を持つ。掃除魚と呼ばれる本染め分けべらに立体し、掃除屋になりすまして対象者の皮膚やヒレを食いちぎる。マグロなどの有用魚種を食害するほか、海底ケーブルや、 潜水艦に傷をつけるなどの被害が知られている。本種がクジラ類の体につけた傷は研究における個体の識別において有用である。フランスの博物学者ジャン・ルネコンス・スタンクアとジョセフ・ポール・ガイマールによってシンネス・ブラジリーンシスの名で記載された。タイプ標本は1817から1820年のルイド・フレシュネに率いられたコルベット・ウラニの探検公開で、 ブラジル沖で採れたものである。1824年、この記録はフレシネによる13巻のレポートボエッジ、オトゥール・ジュモンド、シュール・レ・コーベッツで SML、ウラニエイ・ラ・フィッシアンの一部として出版された。1865年、米国の魚類学者、テオドール・ジルは、エジプト神話の光の女神イシスにちなんで神族、アイサスタイアスを作り、この種を置いた。 食外婚の記録は古く、古代サモアの伝説、パラウリ湾を訪れた圧が、州長のタウツヌに肉片を捧げたという記述にすでに見られる。その後もこの証根の原因として、ヤツメウナギ、細菌、寄生虫など様々な仮説が提唱されてきた。1971年、米国商業漁業,業局のエベレット・ジョーンズが、それまで、 シガーシャークとして知られていたサメが原因であることを見出した。その後、サメの専門家、スチュワート・スプリンガーによって、クッキー・コーター・シャークという名が広められた。ダルマザメ属アイサスタイアスの原生種としては、ダルマザメアイブラジリンシス、コヒレダルマザメアイプラタダスの2種が知られている。化石種としては、中心与先進与の層から産出するアイサスタイアス、トライアングヤラス・プロブスと。 1879がある。全世界の主要な熱帯、団体の概要、主に緯度20度 N-20 度 S、表面水温18摂氏26度のところに分布する。大西洋では、西は、バハマ沖、ブラジル南部、東は、カーボベルデ、ギニアシエラレオネアンゴラ南部、南アフリカ、南は、アセンション島まで。インド太平洋では、 モーリシャスからニューギニアタスマニアロードハウ島、オーストラリアニュージーランド、日本沖合。東、太平洋では、北はフィジーからハワイ、東はガラパゴス諸島、イースター島、グアダルーペ島で採集されている。海中の真新しい食外昆からは、温暖な年にはカリフォルニアまで進出すると推測される。捕獲記録から、1日に 3km もの、 西周日中は、震度1000から3700メートルにいるが、夜は85メートルにまで浮上する。だが海面にまで出ることは珍しい。他の鎧ザメ類と比べ低い養存酸素量にも耐える。島の周辺でよく見られるが、これは繁殖のため、または大型の獲物が集まるためと考えられている。北東大西洋では、生態は、 緯度11度 N から16度 N で見られ、小型個体は南に、大型個体は北に分布する。死ゆで住み分けているというデータはない。体型頭部は丸く、目は前方にある。体型は葉巻型で、短く丸く膨らんだ糞がある。鼻孔には非常に短い比べがある。緑色の大きく丸い目が頭部前方にあるが、広範な両視能力はない。 目後方の頭部上面に大きな噴水孔がある。口は短くほぼ真横に伸び、伸縮する吸盤状の唇に取り巻かれる。上顎の歯列は30から37、下顎は25から31で体サイズと共に増える。上顎と下顎の歯は極端に異なる。上顎の歯は小さくて細く直立し、一本ごとに滑らかに尖るのに対し、下顎の歯は大きくて幅広く。 ナイフ状で、すべての歯が連動して、ノコギリのような歯を構成している。エらレツは五体で小さい。胸びれは短く、むね外形。二つの背びれにトゲはなく、後方に位置し、第一背びれは、腹筋のすぐ手前、第二背びれは、その直後にある。第二背びれの方が、わずかに大きく、腹筋は、どちらの背びれよりも大きい。尻びれはない。 尾ひれは広く、下葉と上用の大きさは、ほぼ同じ。上用には明瞭な結国がある。皮葉は角どばって平たく、若干中央がへこんで周囲が持ち上がる。体色は暗褐色で、腹側はわずかに明るく、エラ周辺に襟のような黒い帯がある。ひれの円は透明だが、尾ひれの円は暗い。複雑な発光器が首元を覗く腹側を密に覆い。 戦力色に発光する。オスは最大で4 2ンチメートル、メスは5 6トル。特徴的な歯並びと吸盤状の唇大型の獲物の体組織を丸く噛み取ることがよく知られているが、小型の獲物を丸ごと食べることもあるため、通生外部寄生生物であると言える。頭部の軟骨は高度に石灰化しており、強く噛みつくことができる。 小さなヒレと弱い筋肉を持つ待ち伏せ型捕食者で、ほとんどの時間を水中に漂って過ごす。中性浮力を保つため、肝臓重量の35%は低密度の脂質である。他の鎧ザメ類に比べ骨格密度が高いため、体膏と肝臓は、より大きく、脂質含有率も高い。大きな尾ヒレにより、高速で移動する獲物に瞬時に襲いかかることができる。 歯はよく生え変わるが、下顎の歯は一つずつではなく一度に抜け落ちる。計算上、14cm のダルマザメが 50cm になるまでに、下顎の歯は15回生え変わり、435から465本の歯が抜け落ちる。カルシウムを再利用するため、抜けた歯は飲み込まれる。普通のサメの網膜は、網膜神経節細胞が水平線上に集合するが、 このサメは炎上に集合し、前方の獲物を注視しやすい。群れで揃って泳ぐことが知られており、疑似餌の効果を増大させるだけでなく、大型捕食者からの反撃も防いでいる。首回りの帯は疑似餌として機能する。単緑色の自力発光は、あらゆるサメの中で最も強く、水揚げの3時間後にも光っていた記録がある。 中腐可層の生物ではよく見られるが、覆面の発光器は上からの光と強度を合わせて自身の影を消すカウンターイルミネーション効果を狙ったものである。個々の発光器は皮場を取り巻き肉眼で視認できないほど小さいが、これは至近距離でも発見されないような適応であると見られる。発光する覆面と比べると首周りの暗い帯が目立つ。これは 小魚の影に見せかけた疑似餌だと推測されている。群れを作ることで疑似餌の効果は上がるかもしれない。この仮説が正しいとすれば、ダルマザメは自身の影で大型の獲物を引き寄せる珍しいタイプの海洋生物であることになる。また、対応できる高強度の範囲は限られているので、延直運動によってその時刻、天候での最適な光強度を探索していると、 見られる。ヒレジロマンザイウオはよく狙われる。種の一つすべての中から、大型海洋生物が狙われる可能性があるが、食外痕が見つかっているのはクジラ、キキャク類、ジュゴン、軟骨魚、エイ類、甲骨魚など。横へソか、カヤシなど小型の獲物を食べたり、自身の体調に匹敵する、該頭長15から30センチメートルのイカを丸ごと食べることもある。 座礁した南オギハクジラの食外根食外根は平均して直径5センチメートル深さ7センチメートルのクレーター上である。食外頻度が非常に高い地域もあり、ハワイ沖ではほぼ全個体のハシナガイルカ生態が食外根を持つ。病気などで弱った動物はより襲われやすく、西部大西洋では弱って座礁したカズハゴンドウに数十から 数百もの食害根があるのに対し、衰弱せずに座礁した個体では、ほとんど見られないことが記録されている。食害による動物の成長、繁殖への影響は不明である。このような切字方式のため、口や咽頭は高度に特殊化している。まず、噴水口を閉じて、元舌骨を引き込むことで口内に負圧を生成し、獲物の代表に体を固定する。この時、 体表との隙間は、吸盤状の唇で塞ぐ。次に細いワーゴバを支えに、下顎ゴバで肉に切り込む。最後に、獲物が暴れる力をうまく利用して、体をひねることで、肉を丸くえぐり取る。この時下顎は細かく振動し、電動ナイフに似た原理で肉の切断を助ける。強力な吸引能力は、イカなど小型の獲物を捕らえる時にも役立つ。他のツノザメ類のように、 無体晩生体制で、肺は卵黄で育つ。メスは機能する子宮を2つ持ち、産子数は6から12。メスが誕生直前、12.4から13.7センチメートルの胎児を9匹持っていた記録がある。この胎児はまだ大きな卵黄のを持っていたため、卵黄の吸収速度は遅く、長い妊娠期間を持つと推測される。胎児は、茶色の色素を持つが、 首周りの黒い帯や特殊化した歯列はまだない。出生時は体長14から15センチメートル。オスは36センチメートル。メスは39センチメートルで生成熟する。ハワイ近海でのハエ縄で漁獲されたダルマザメ。大きな噴水口が特徴。小さく外洋性で人との遭遇が少ないため危険だとは考えられていない。だが、 人を襲ったと考えられる例がいくつかある。その一つは、概洋で活動中の水中写真家が、紛の丸い30センチメートル程度の冷猛な魚の群れに襲われた事件である。ナンパ船の生存者からも、夜間に小さな深い紙傷をつけられた事例が報告されている。2009年3月、マウイ島のマイクスポルディングが、アレヌイ母海峡を泳ぎ渡った際にも噛まれている。 食害コーンが治癒する際の記録もある。1970年代、アメリカ海軍の潜水艦が用いていた案、BQR-19 ソナードームのネオプレン製カバーが食害され、中のオイルが漏れ出したことで修理を容疑なくされた。未知の兵器による攻撃が疑われたが、ダルマザメの仕業と特定されてからはドームに繊維強化プラスチック製のオイをかぶせることで解決された。 1980年代にも潜水艦のプローブにつながる電線が攻撃されたが、これも GFRP によって解決された。海洋学研究機材や海底ケーブルを攻撃した例もある。漁網や重要魚種を食害し、商業漁業に潜在的な悪影響を与えている。このサメ自身は小さいため経済価値はなく、沿ハイナは中層トロールプランクトンネットなどで稀に、 本格されるのみである。個体数の減少が確認されておらず、半あり種であることから IUCN は保全状況を軽度懸念としている。ありがとうございます。